皆さんこんにちは、コスプレ部のゆらです。今日はこんなコスプレを持ってきました。じゃん、すごいスワットのコスプレです。すごい重さがあってなんか本格的なんですけど、ごつめの感じです。今日は早速こちらに着替えていこうと思います。はい、それでは上から着替えていきます。それでは着替えていきます。おぉ、硬い。はい、下も着替えて着ていきます。とグローブ、できました。何ですか、かっこいい。ほら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 、とすごい見た目以上にごつい感じなんですけど、着た時に硬いです。ポッキーいっぱいついてる。ここに武器とか打つやつとかしまうのかなって感じなんです。すごいここにポッキーがあります。でグローブもいいですね。こんな強そうですか。ここに打つやつもこんなのも入ってます。それではこれから今日のゆらの下着を紹介していこうと思います。ブラジャーから取っていきます。はい、取れました。コーラルピンクっぽくて可愛いですね。若干オレンジ色っぽさのあるピンクです。でポイントはこういうとこまで全部レースになってるからです。素材全部変わらないですね。真ん中に同じ色のリボンついてる。すごいレースだけどあんま調子すぎない可愛い感じのやつです。はい、次はパンティを紹介していこうと思います。出ました。いつも見てくれてる人はわかると思うんですけど、ゆらの好きなスワレースの図です。でポイントはこのお花見えますか。頭と可愛い感じで、お尻の両脇のとこと、この背中のところだけわーって花が咲いてる感じになってて、めっちゃ可愛いです。で裏地は前とこの真ん中が優しめ生地になってます。で後ろはレースですね。はい、今日はスワットになってゆらの下着紹介やってみました。特別なゆらとか他には載せられないゆらはゆらのファンクラブの方にたくさん載せてますので、興味ある方はぜひ見てください。